笑顔で光って輝いて、いきなり幸せがやってくる70の法則、小林製缶。第1章、笑顔で毎日を生きる方法論、幸せメガネ。恵まれていることだけを見る。ある2つのグループに実験をしたことがあります。1つ目のグループの 2,30 人の方に紙を渡して、足りないもの、欲しいもの、手に入れたいものを書けるだけ紙に書いてくださいというお願いをしました。30項目、40項目、50項目書ける人がいます。書き終わった後に、自分がすでに手に入れていて恵まれていると思うものを同じ項目数を書き出してくださいというお願いをしました。同じ項目数を書けた人は未だかつて一人も見たことがありません。二つ目のグループには、すでに手に入っていて自分が恵まれていると思うものを書けるだけ紙に書いてくださいというお願いをしたら、30項目、40項目、50項目書ける人がいました。次に、同じ項目数だけ足りないもの、欲しいもの、手に入れたいものを書き出してくださいとお願いすると、同じ項目数を書ける人は一人もいません。どうしてでしょう。それはかけているメガネが違うからです。恵まれているものを見続けている人は足りないものを見ていないので見えないのです。探せと言われても探せません。足りないものだけを見続けている人は、すでに恵まれてとてもいい思いをさせていただいているにもかかわらず、そこには目がいかないので、足りないものだけ見ているけれども恵まれているものが見えていないのです。人間はどちらかの世界にしか住めません。今日まであるメガネをかけてきた人が、今日から別のメガネに切り替えることはできるけれども、両方のメガネを取り替えながら生きていくことはできません。メガネは一つきり。私は30年ほど前に幸せメガネに切り替えました。恵まれていることはよく見えるけれども、足りないもの、欲しいものはありません。それを夢や希望のない暮らしと言います。夢や希望に満ち溢れている生活というのは、よく考えてみると、あれが足りない、これが足りないという生活ではないでしょうか。夢や希望という名前の良い言葉を教え込まれ、なんとなく洗脳されてしまっていますが、夢と希望に満ち溢れている生活というのは、足りないものばかりを一生懸命言っている生活です。人間は自分にないものを持っているパートナーを求める。結婚している人は独身の人が羨ましい。独身の人は結婚している人が羨ましい。今自分が置かれている状況と違う状況が全部夢と希望となります。物理的に分けて考えると非常に簡単なのですが、今ある生活を喜んでいる人というのは夢や希望に満ち溢れません。目が見える、耳が聞こえる、食べられる、自分の足で歩ける、酸素を何者かがくださっていること、何者かが
雨を降らせてくださること、私たちは神様からこんなにたくさんの恵みをいただいています。今幸せだと思ったらいきなり幸せになります。幸せとは何かを手に入れることではなく、ただ自分が感じるものなのです。アンテナを広げる。受け入れると感性が広がる。ある時、10人の仲間と旅行に行き、朝一に出かけました。そこで自分が食べたいもの、美味しそうなものを時間を決めて買い集めることにしました。集合してみんなで見せ合うと、自分では絶対に選ばないものを買ってくる人がいる。こういう色、形の食べ物は自分では絶対に選ばないと思っていたものが、食べてみるととても美味しいという発見です。自分が選ぶものは過去の経験と想像力から判断しているので、今まで違う人生を歩いてきた友人は自分とは全く違ったものを選ぶことがあります。夜にここ2、3日で感じたこと、気がついたことなどを話し合うと、ある人は天気の話、ある人は食べ物というように、切り口がそれぞれ違って面白い。自分と同じ感覚ももちろん楽しいけれど、相手の感覚を受け入れて尊重することにより、自分の感性が広がっていきます。それが物事を違う角度から眺められるアンテナを一つ手に入れたということです。そしてまた別の友人がアンテナを一つ広げてくれる。20人の話を聞くことで、20人分の感性と20個のアンテナを得られるようになります。自分の価値 100% ではなく、他人の価値や感性を尊重すると面白いことが分かってきます。アンテナを広げていくことで、どんどん幅の広い人間になっていく。良い仲間、自分と似ている人に囲まれるのも面白いのですが、自分と全く違う考え方の人もアンテナを広げてくれる大切な人です。目の前にいる人は競い合い、比べ合い、争う人ではなく、私のアンテナを広げてくれる味方。人生は面白いものや面白いことを追い求めるのが目的ではないようです。アンテナを広げることで、より豊かな人生になっていくのではないでしょうか。そうなりましたか。評価、論評せずに受け止める。海辺に佇んでいる旅人がいるとします。その旅人は、ただ座って押し寄せる波を何日も眺めていました。昨日は爽やかな風が吹き、優しい波が押し寄せてきました。今日は雨が降り、高い波が押し寄せています。毎日いろいろな波が押し寄せてきます。毎日さまざまな現象が波のように押し寄せてきますが、宇宙には幸不幸という概念は存在していません。日常には嬉しい、楽しい、幸せ、辛い、悲しいと思うことがありますが、
その現象に対して見ている私が色をつけてしまっているのではないでしょうか。楽しいと思えば楽しいという色に染まり、悲しいと思えば悲しいという色に染まっていく。もともとその現象には色がついていません。私たちはすべての現象を眺めながら、評価論評をせず、そうなりましたかと淡々と受け止めていく旅人なのかもしれません。海が島と島とを隔てているという考え方があります。しかしこの海が島と島とをつないでいると考えることもできます。もし島と島との間の水深が8000メートルあるとしたら、隣の島に行くまで8000メートル下り、また登らなければいけません。海が存在してくれるおかげで船を使い、短い時間で渡ることができます。毎日は物事の捉え方の訓練ではないでしょうか。義務と権利。人間だけが感謝できる生物。人間として生まれ変わる場合、義務が1個、権利が1個ずつ存在します。義務は輪廻転生、生まれ変わりです。輪廻転生は生まれ変わることという意味ではなく、必ず生まれ変わらなくてはいけないことを指しています。本人の意思とは関係なく、必ず生まれ変わります。これが私たち人間にとって唯一の義務です。唯一の権利は感謝すること。地球上に存在する生物の中で唯一人間だけが感謝できる生物なのです。私たちはこの人間としての肉体をもらった以上、感謝する権利があります。同じ霊長類のゴリラやチンパンジーは手を合わせて感謝することはありません。人間だけが感謝することを許されているのです。